ちょっと今びっくりしてるのが、今までどうしてこういうちっちゃいカメラを買わなかったんだっていうところです。今までずっと一眼レフ大きいの使ってきてて、で、それだとまあ大きすぎるなっていうことで、まあ、携帯、iPhone と、あと、まあアクションカム、GoPro とかを買ってきてたんですけど、唯一買ってこなかったのが、とか使ってこなかったのが、このコンパクトカメラ。ミラーレスとか、あとは後景コンデジって言われる部類のやつですね。で、なんで使わなかったかっていうと、もう一眼レフあるから別に小さいカメラ使う必要性がない。もうそれでいい画質で撮れるんだからって思ってたら、いやー、これがまた大きな間違いで、コンパクトカメラの良さは、気軽に持ち運べることと、なんといっても動画とかそういうのの機能がすごい強くなってる。その一眼レフってもともと普通の、なんだろう、運動会をと、速いものを撮ったり、風景を山登りする人とかが耐久性とかも強いので、そういうまあ特殊な環境で使っていく風景写真とかも、日々の生活でなんか普通に歩いててよし一眼みたいな感じで撮るって、なかなかない。旅行中とかあるんですけど、ただもうこっちに生活してると、101だ、カシャとか、中世記念堂だ、カシャとかしないんで、それよりどっちかというと、お店の中とかで撮ってもなんかそんなに圧がかからない小さいカメラ。で、ずっと小さいカメラ、小さいカメラって思ってて、結局、まあ落ち着きそうになったのが、パナソニックの LX100 っていう機種と、LX9、海外版は LX10。で、その2機種で、まあ、すごい悩んでて、あとは、キャノンの G7X Mark II ってやつ。で、知り合いの G7X Mark II を使ってる方のやつを使わせてもらった時に、あ、いいなーって思ったんだけど、結局、いや、だっては、でもやっぱりキャノンの一眼レフあるし、なんか結局その一眼レフを持ってるってことに、なんか、下に見てたのかなって、なんか、いや、ミラーレスとか、なんだろう、あとはコンパクトカメラよりうまく綺麗に撮れるとか。でも結局、毎日一眼レフをバッグに入れるかって言われると絶対持っていかないんですよね。授業に一眼レフ持っていくってもうなんか何しに行ってるかって。でもこのコンパクトカメラだったら持っていけるし。で、僕 GoPro があんまり合わなかった理由が、GoPro がなんか室内でご飯を撮るとあんまり美味しそうに見えない。あと、ここはご飯だとしたら、このぐらいまで近づけるとピントがボケるので、ちょっと離さないと GoPro ってピントが合いづらかったりして。で、それで GoPro をそもそもご飯にはあんまり向いてないなって。その代わり GoPro いいのが、下が、三脚なくても普通に立つんで、そのまんま、タイムラプス用とかに角度つけてタイムラプスボタンを押して、もうほぼほぼタイムラプス専用機みたいになってて、あと自転車の時に乗っけたり、まあそもそもそれもアクションカムだから、それが正しい使い方。だから一眼レフも結婚式とかの時に綺麗に残すには最高だし、GoPro もアクションには最高だし、コンパクトカメラは毎日持ち運べるバッグに入れれる。で、携帯はすぐ撮れる。でもこれやっぱり、4つ全部違う用途で、使い分けするべきだったなって。いやーなんか、当たり前の話っちゃ当たり前ですよね。革靴履いて仕事に行くのと、サンダル履いて海に行くのと、運動靴、ランニングシューズ買ってランニングするのって3足いるみたいなのと一緒で、一足万能な靴ってないのと一緒で、カメラも、だから僕は多分革靴いいの持ってるから、海も革靴で行けばいいし、で逆に、ランニングしたい時に海の、まあ、アクション感みたいなのを持ってって、なんか違うなみたいな文句を言ってて、だから結局、当たり前だけど、TPO で合ってる？タイムプレイス、お給、なんだろう、オケーションに合わせたカメラ使いをしていかなきゃいけなかったっていう。いや、もう、お前何年カメラ使ってんだって、もう5、6年？一番最初に買ったカメラが、ソニーのコンパクトカメラで、サイバーショットかな。
その次が、キャノン、あ、ニコンだ。ニコンの D90 っていう、やつ買って、その後にキャノン 60D。で、そっからはずっと 60D 使って、まあ、あとは、携帯と、あとなんだろう。まあ、だから、なんか、途中で、中堅機を買ってしまったのが、結局、そのなんか6年間、無駄にしたわけではないけど、もちろん。なんか撮る機会を減らす要因になったり、まあもちろんなんか、なかなか撮らない時期とかもあったから、あとはもうなんか、忙しかったから普通に撮る時期もなくて。ただ、ずっとこう GH4 ぐらいから欲しいな欲しいなって思ってて、ただなんか大きいしなって、やっぱり 60D を持ち歩かなくなった理由が大きくて重いっていう。でも GH4 は軽いなって思ってて、ただまあ GH5 が出て G8 欲しい、 G7 欲しいとかこう悩んでて、でも全部大きいなって、 LX100 いいな、でもバリアングルないな、したら LX9 がバリアングルがあるとか、いろいろもうずっとこう欲しい欲しいって思ってたら、ちょうどいいカメラを昨日見つけて、それがそのサムスンの、カメラっていう、まだ名前覚えてない、EX2F っていうカメラで、でまあこれびっくりしたのが、サムスン2015年 ?16 年にカメラ部門を撤退してるみたいなんですよ。もうこれからスマートフォンの方のカメラに行くっていう。だから、これもう生産終了の機種だったみたいで、ラッキーと思って。で、なんでこれですごい満足してるかっていうと、まあ、値段ですよね、そもそもの。6000円で買った ?5、6000、5500円ぐらい。で、ちょうど、先週、まあ、臨時収入がちょっと入って、それがそのぐらいだったので、もうなんか、それでパッパッと、もうすぐ入ったお金をすぐ使うっていう、もう、貯めろよって感じなんですけど、でもこれで、まあいろいろ動画も、これからたくさん撮っていけると思うと、いや、いい投資だなっていうか、いい買い物したなって思います。その代わり、なんかもう GoPro とか持ち出す機会減りそうだなって、日常生活はやっぱりコンパクトカメラが一番。だなって思いました。まあアクションカムはその代わりアクションに使おうっていう感じで、もう用途用途に合わせてカメラを使っていこうって思います。で、このカメラのことなんですけど、なんでこんなにカメラのことを好きになったかっていうと、最近大阪に住んでらっしゃる雪山さんっていう方が、いろいろコンパクトデジタルカメラをこう買って使ってレビューして、そして売ってまた違うのを買ってっていうことをされてらっしゃる方がいて、全く面識はないんですけど、よく雪山さんのライブで、見てて、なんか面白い動画、あとまあ面白い動画というよりか、なんていうんだろう、ためになる動画をたくさん撮られていて、カメラの使い方、ジンバルの使い方と、まあお互い YouTube やってて、で登録者も7100人で、僕も、同じぐらいのずっとこう来てて、で僕途中で台湾人のフォロワーバーンって増えたので、それで、でもまあほとんど同じぐらいのフォロワーの方で、まあ大先輩で、人生の大先輩 でその方が確か1週間ぐらい前に、カメラ、まあいろいろたくさん種類あるけど、結局自分が好きなカメラを使っていくことがいいっていうことと、まあ中古でもいいからこう欲しいなって思ったカメラを、まあ悩まず買って使い倒すみたいな、誰かが使ったものを自分がまたそこで思い出を作ったりっていう、なんか僕はそこすごい共感できて、もちろん一番新しい性能のカメラがドーンって出てきて、まあ例えばキャノンだったら EOS R がバーンって出てきて、まあ EOS R にパーンって飛びつければいいんですけど、まあ20万のボディとレンズ5万とか10万ってこと考えると30万ぐらい必要で、それを貯めるのに1年とかかけるんだったら、もう3万、まあもし予算が3万円5万円だったら、3万円5万円の中で、まあ中古機種買って、その10万円ぐらいのやつが5万円ぐらいになるとして、1年片押しでも、なので今だと 6D Mark II とか、6D Mark II、まあそれでも結構いいお値段だけど、6D Mark II とか 80D とかを使っていいんじゃないみたいなことをおっしゃっていて、で僕もまあその通りだと思って、もう昨日中古カメラ屋さんに行って、
で、なんかあんま欲しいなって思ったのなかったんですけど、あのカメラって大体ショーケースに入ってて、もちろんその盗難防止とかのために。そしたらあの横の方にあの本当に古いカメラ、もう一番安いので2000円ぐらいで売ってて、2、3000円で売ってるコーナーがあって、まあでもさすがにそんなところに欲しいのないよなってこうパーって見ながら、そしたらまあそこでも一番こう高いコーナーがあって、そこにこいつがいて、でこのカメラが1500元、6000円だったんですけど、いやなんかサムスンのカメラだって。で僕別にサムスン好きとか嫌いとかないんですけど、まあ韓国のメーカーのカメラだって、韓国のメーカーにカメラあるんだって。でいつもはギャラクシーノート8とかノート9とか、そのギャラクシーシリーズってのはすごい有名で僕も知ってたんですけど、ただなんか僕ギャラクシーノート8使ってみようかなって思ったら、あのなんだろう、横のところがちょっと気になる、うん、っていうので、まあ、タッチペンとかすごい使いやすいなって思ったんですけど、うん、それだったら iPad の方が今欲しいかなっていう、 iPad Pro とか iPad のあの大きい画面のやつかなって。まあでもそれもまたモバイルの Android いいの欲しいなってのもあるんですけど、まあそこはまあ今もうカメラ買ったんで、このカメラを使い倒してか考えていこうかなって思います。でその雪山さんのチャンネルリンク下に貼っておくので、よかったら見てください。あの本当に面白い先輩、大先輩で、あのもう何台今までにコンパクトカメラを使ったことあるんだっていう。僕コンパクトカメラはもうこれ2機目なので、サイバーショットとこのサムスンの、FX2F ってやつしか使ったことないんで、いやぜひいろいろ教えてください。それではそんな動画でした。どんな動画だろう。バイバイ。